おはようございます。横浜市歴史博物館で9月14日から11月10日まで法輪寺陶器庵展が開催されています。開催されたその日に講演を頼まれてお話しさせてもらいました。法輪寺陶器庵展というのはどんな展覧会かというと、パンフレットには次のように書かれています。法輪寺横浜市南区は15世紀頃改装され、何度か無住期間を経た後、18世紀中頃、近世禅宗史上書くことのできない鎌倉禅の祖と言われる月仙禅師が法輪寺内に陶器庵を営みます。そこには鎌倉円覚寺中高の祖と言われる清雪宗著や仙外義梵我三寺等末仙開局といった多くの名だたる禅僧たちが集い、永田村は陶器庵を中心に地域との交流が生まれ、文化的土壌が醸成されます。本店は横浜永田の地に花開いた禅文化に触れるとともに、近世禅林の源流をたどりますというものです。法輪寺様は円覚寺の102世住寺の大賀松陰禅寺が開山となっています。室町時代の15世紀までには創建されていました。本尊の釈迦如来はお寺の開創よりも古い平安時代の仏像なのであります。私の講演では鎌倉時代に永西禅師が日本に禅を伝えた話から始めました。永西禅師は二度も宋の国に渡り、二度目の時には臨済の禅を学んで日本に伝えました。大日能人とともに京都での禅宗布教の停止を言い渡されながらも、博多に聖福寺を建立します。日本で最初の禅寺です。京都には禅の寺を作ることは比叡山をはじめ旧仏教の勢力が強くて困難でした。永西禅師は鎌倉幕府に招かれ、頼朝公の一周忌法要の道士を務め、さらに寿福寺を鎌倉に改装しました。そんなことで鎌倉幕府とご縁ができて、二代将軍源頼家公が回避となって今日の都に建仁寺ができたのでした。建仁寺はまだ天台や密教とともに禅を学ぶお寺で、禅の修行のみを行うものではありませんでした。さらに蘭渓道流大覚禅師は日本に来庁して、北条時頼公が建長寺を改装しました。ここで初めて本格的な禅の道場が出来上がります。さらに五反大久などの来庁僧が相次いで、無学祖元禅師は北条時宗公の招きで日本に見えました。時宗公が円覚寺を改装したのでした。開山は仏光国師無学祖元禅師でありました。そのようにして鎌倉時代に鎌倉という地に本格的な禅の道場が出来上がっていったのでした。時代が下って江戸時代になると、円覚寺氏にも賃貸の気風と書かれているように修風が振るわない時期がありました。円覚寺氏には公費によると、円覚寺三代の諸僧が土寺を来て博打にふけっていたというが、まさかそれがそのまま事実とは思えないがと書かれていて、さらにやはり相当の風俗好奇の便乱はあったものと見えると書かれているのであります。しかも一旦大切な舎利を装束院内の聖堂舎利殿の中の岩に安置するとなると、これを供養守護する人が必要になってくるが、三内は無人であったらしく、その係を捻出できないと見え、装束院自身もほとんど無人に等しかったらしい。そこで当山秀逸は一山の役者を集めて祝儀し、月仙和尚のところにお願いして、舎利供養守護のために衆の斡旋をお頼みすることにしたということになったのでした。この月仙という方が法輪寺陶器庵にいらっしゃったのです。
月泉禅師は今の福島県小野町の生まれで、地元の後見院で出家しました。司法を暗夜して修行し、後見院に32、3歳から42歳くらいまで10年ばかり住しています。しかし不思議なことに、どうしてか円覚寺派の永田の法輪寺に東起庵という小庵を結んで官居したのでした。このあたりのことは謎であります。円覚寺派の名刹法輪寺の住持というわけでもなかったようです。まさに偶居していたのでした。それが一住37年天として一日のごとしと言われるように、ほとんど外に出ずもっぱら修行三昧の生活だったようです。登校解析といって、修行したという跡を隠して村人の中に溶け込んで、子どもたちに文字や文学を教え、村の人たちを知らず知らずのうちに仏法に帰依させていったという禅門の理想の教化をなさいました。今のように情報の発達した時代ではありませんが、その徳風が伝わって、全国からあちこちの雲水が集まって、庵の中には入りきらなくて、村の小屋や牛小屋に住んで月泉禅師に参禅したようです。当時の月泉禅師のもとには、後に相馬の長照寺に住する墨泉開局禅師や、後に博多の正福寺に住して有名になる仙外義梵禅師などの他に、後に白隠禅師のもとに参じた賀山寺等禅師や印山慰円禅師などのそうそうたる禅傑が修行されていました。そんな中を若き清雪禅師も修行されました。そうして月泉禅師のもとで修行がほぼ完成した頃に、円覚寺で僧道を再興しようという機運が起きて、清雪禅師が東起庵から円覚寺にお入りになったのでした。決して順風満帆ではありませんでしたが、逆風の中をひたすら座禅指導に励み、生涯を僧道のために尽くされました。天明元年、清雪禅師36歳の時、正式に禅判職という今日の僧道師家に任出られました。そして円覚寺の僧道を復興されました。これだけでも一大業績ですが、八王子の高恩寺にも僧道を開壇されました。さらに京都に上り、天龍寺にも僧道の礎を築き、相国寺にも僧道を開いたのでした。そのように月泉禅師ゆかりの禅僧たちの墨跡などが多数出展されています。私も初めて拝見するものも多くて見応えがありました。それから明治時代には釈宗円老師が高専老師の下で修行を仕上げて、後法輪寺東起庵でご指導なさっていたのでした。今回の展示では、永田村の名主服部家との関わりや、保土ヶ谷塾の軽部家のご縁についても学ぶことができました。また法輪寺東起庵展という立派な図録も出来上がっていました。横浜市歴史博物館の吉井大門さんが次のように解説を書かれていました。白隠会家の国林派が駿河の有力な檀家や在家孤児、その外縁の上仏宗、観音公などによって仏心ともに支援され、林家の教団として成り立ったように、名主服部家を中心とした永田村と法輪寺東起庵の禅僧にとって、文化的機能を成立させるための法輪寺東起庵、一方では集団修行を成立させる修行道場としての法輪寺東起庵を維持するという、双方向的利得の一致を持った表裏一体をなす関係性の一端が垣間見えようという新たな視点を得ることができました。講演をさせてもらい、そしてまた学ぶことが多いものでした。これだけの展示ができる法輪寺様の偉大さを改めて思い、そして展覧会を開催してくださった横浜市歴史博物館の館長をはじめ、皆様のご苦労に感謝しました。会期中には講演会やギャラリートーク、ワークショップなども盛んに行われるようですので、ぜひともお勧めします。それでは姿勢と呼吸等を整えてまいります。
まず両方の足で床をしっかりと踏みしめます。この大地に支えられていることを感じて、足に力を入れて、よし立ち上がるぞという気持ちで、お尻を5センチないし10センチをどうすと持ち上げていって、ストンと下ろします。息を吸いながら肩をギュッと持ち上げていって、吐くと同時にストンと下ろします。もう一度息を吸いながら肩をギュッと持ち上げていって、吐くと同時にストンと下ろします。最初一息、息を強く吐き出します。この時にはお腹の底に溜まっている空気も全部吐き出してしまうつもりで、胸に抱えている思いや煩いも全部吐き出してしまうつもりで、口を開いて一息強く、はぁと吐き出して口を閉じますと、鼻から新鮮な空気がいっぱい入ってまいります。おへその下、下腹いっぱいに新しい空気が満ちて、さらに体の隅々まで新しい空気が行き渡っていくのを感じながら、ありがたいな、嬉しいな、とこの思わず微笑みがこぼれてまいります。そんな気持ちで、その後は口を閉じて、ただ鼻から息が出たり入ったりする様子を静かに見つめて座りましょう。はい、ありがとうございます。どうぞ今日も良い一日でありますようにお祈りしております。